はい、というわけで今回はですね、まあ久しぶりの更新になりますね。まあ今回はこのミンティアのね、この新商品をね、こう伝えたいと思います。はい、でこれはね、塩梅と、これはまあ結構昔に発売されたこのブラックね、まあこれから新商品からね食べたいと思います。梅の香りがしますね。うわ、ですね、もうこれ、普通のミンチの方が美味しいですね、これは。はい、なんで梅にしたかがわかりません、これは。まあ、普通のミンチの方が好きですね。はい、まあ、こっちのブラックはですね、だから、まあこれも3つ、これは本当のミントですね。梅の後味が濃くてしょっぱい。あ、これは結構鼻通りくていいっすね。はい、とっても鼻の通り向きになって鼻詰まりに多いです。まあでも俺的正直なことを言いますと、フリスクの方が好きですね、俺的。はい、フリスクねはとっても美味しかったですね。ああ、めっちゃこれいいですね。これは結構いいですね、結構いってます。まあね、まあ、あ、僕はですね、もうミンティアを昔とっても食べてましたね。めっちゃコレクションしてました、ほら。これもミンチですよ。少ないと思いますけど、結構味のところ欲しい。ほら、この梅も一回こう、発売されてるんですよ。ほら。梅が一回も発売されてるんですよ。あ、これは夏のパワフル梅。一回こう発売されてるんですよね。こういう風な感じで。はい。まあ、わかるようにこれは、まあこれがこうなってね、いるんですね。はい、まあ、いや、気づいてる人はもう気づいてる人もいると思いますけど、そうそう、こうか、最初のこうアクアスパーク、これが今度こういうふうなモデルのアクアスパークになって、今はもうこのデザインのアクアスパーク、この3段階に変わってるんですね。はい、それで、これね、確かね、コーラもあったんですよ。これと、あ、一種類ねえな、多分、下手したら。でも、もちろん中身はね、入ってませんね。あ、ないな。まあ、少ないんですけど。こういう風な感じのね、コーラはなってますね。まあ、ここはないですね、ここは。まあ、そのうち発売されたら買おうと思います。まあ、発売されたら。で、めっちゃもこれはものすごい楽しまして、もう、ファミマ、サンクス、ローソンとか、セブンイレブンとか行って、めっちゃ探したけどなかったんですけど、やっとこれは見つけました。はい。まあ、というわけで、今回はですね、ミンティアに関してでしたね。はい。まあ、リモコンでした。まあ、今からね、こう、スカイプで、こう、サドンアタックをね、やろうと思います。まあ、弱いですけどね。まあ、頑張ってね、サドンアタックをね、強くなろうと思います。ね。はい、頑張りますよ。じゃあ、まあ、そういうわけで、まあ、結構できるようになったら、まあ、少なくとも、まあ、雑魚でもいいんだけど、サドンアタック、超雑魚初心者、
超雑魚初心者プレイでね、やろうと思います。まあ、そういうわけで、ニモコンでした。はい。